ティアラ参観会に顔出して好きなだけ飲み食いして帰りそうな謎のオークス馬娘に対するみんなの反応。なんなのあの先輩。何食わぬ顔でティアラ参観会に顔出して好きなだけ飲み食いして帰りそうな娘とぬあちゃん。いいでしょブエナビスタだよ。他の会員が全員クラシックティアラ代表の会か年度代表バトモの会で知り合いだから言うに言えない。アパパネちゃんも久しぶりだべー。お、ジェンティルちゃん撮るなら私も撮るべー。牧場の日常風景来たな。ラララちゃんとアイちゃん足すとだいたいいつものママとも合わせて三冠だべと連れてこられて肩身が狭いレッドディザヤ。でも毎回なんだかんだ文句言いながら付き合ってそう。やっぱりティアラ三冠は豪華だべ。スティル先輩はトレーナーの話させて相槌打っとけば機嫌良くなるから楽だべ。あとはほとんど後輩だから気兼ねしないべ。桜菓子の会はいつも最善なのにこの格差はなんだべ。単に二人しか来ないから桜菓子会って人手不足なんじゃ。桜菓子会は単純に候補数が少ないのもあるけど何よりブエナのキャラが強烈すぎてな。どこの武将の話だ。桜菓子会に出たブエナはベガとマックスビューティのプレッシャーで借りてきた猫状態になってそう。なあ JRA の忖度です。先輩クリフジさんはトリプルティアラ会か。何食わぬ顔で金色組に顔出して好きなだけ飲み食いして帰りそうな娘。なあを解放しろ。もう話さんべ。なあ話してください。話していいの。私はブエナビスタだよ。桜花賞とオークスを制してエリザベス女王杯か秋華賞を落とした。また不出走牝馬は以下の通り。75年テスコガビー、76年テイタニア、87年マックスビューティー、93年ベガ、9年ブエナビスタ、22年スターズオンアース。名馬たち控えめに言って名品中の名品ばかりでは。先輩ばっかりで気まずいべ。やっぱり牝馬三冠会でザリオの子供をつつくべ。大外有馬2着の異様で晴れて運命的な絆で結ばれた感ある娘とぬあちゃん。あら、いつも来るのね。ラモーヌさんは第一印象こんなのだけど、要するにレース大好きで仕方がない人なんだべ。あとラモーヌさんとご飯の話すると楽しいべ。こいつマジで異常に顔が広い。もしかしてすごいのかもしれない。牝馬2冠で、ジャパンカップと天皇賞秋を制したってだけでも偉大だよ。23戦してるからな。そして19戦連続一番人気の究極のアイドルホース。一番人気消えてから勝つのがマジでかっこいいんすよ。JRA の2024カレンダーにも選ばれたんだべ。なあちゃんをデュムーとして話さないブエナ来てる。先輩と同じ牧場にもいないくせに。お、ウオッカさんもいるべ。一緒に写真いいですか。タクトちゃんは名みたいなもんだべ。なあちゃんと走ってるとこ見たかったべ。もうこんな怖いとこいられません。トレーナーさんの元に帰ります。スターズオンアース。食い終わったんだな。なあちゃんタッパーにはちゃんと詰め込んだべ。ブエナはなんとなくなあちゃんに食えるだけ食っとくべみたいなこと言ってこっそり参加してる感ある。なあ次の有馬は勝って先輩とおさらばします。グランプリ勝ったら嬉しいけど寂しくなっちゃうな。なんてね。なあちゃん頑張るべ。なあ急に素になるのやめてください。まあ有馬勝っても桜菓子会の会合があったら呼ばれるんだべ。なあちゃんこっから別の会に所属するルートある。来年も馬券内維持できれば生涯馬券内の会が一応 G16 勝会だべ。何がいやってこっからなあちゃんが勝ちまくって G16 勝なんてしようもんなら6勝会で待ち構えてること。なあまたあの先輩います。なあちゃん6勝会はやめといた方がいいべ。私以外変人ばっかりしかいなくて大変だべ。なあちゃんが所属する会は大体このブエッとした娘がいるんじゃないかな。有馬16番から馬券内の会を設立しよう。ジャパンカップと秋天と海外を語れているのでほとんどの娘は何も言えない。愛ちゃんに視線が集まるけど先輩には何も言えない。愛ちゃんも旧紹介で二人っきりだから仲良くて羨ましいなぁとか思ってそう。 G17 紹介は平和そうだけど依然として闘争心は高そう。 Z
全員が心の中で、走れば自分が勝つって思ってそう。よろしいならばかけっこだ、で、北ちゃんだけいっつもあれ？って顔してるのはわかる。最初にペース作ったのあなたですよね？7勝か以内ならジェンチルさんのレス、オペならは、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 いつも通り、っていう。ルドルフ最後に鼻出せばいいと思ってる、オペラを最後に鼻出せばいいと思ってる。あの世界最強イクイノックスが待ってるべ。スターズオンアース2024年の目標、3月後半ドバイクラシックシーマ目標1着、5月前半天皇賞春目標1着、6月後半宝塚記念目標1着、10月後半天皇賞秋目標1着、11月後半ジャパンカップ目標1着、12月後半有馬記念目標1着。やれたらそれはオペラ王なんよ。やっぱオペラ王おかしくない？別に3冠達成できなくたってそこで終わりじゃない。私はそういうことを桜貸し会員に伝えていきたいんだべ。聞いてるべベガパイセン。旧賞会はいつでも新規会員を募集しています。世界規模に広げないと会員いないんじゃ。お重とかいるし、ダート組 OK ならもうちょい増えるし。T はすでに4勝してるし、この勢いが来年も続けばいけるかもね。7勝会、ジェンチルさんが来そうなのであと1人か。6勝会は喧嘩になって、オイターフ出てこいってなっても、どの条件で走るのかごたごたになって解散しそう。7勝会会合、府中芝2000メートルで走ってたらうちの子が勝ってたなぁ。皆さん戦争が始まりました。ねえねえ会長さすがに僕でも2000メートルオール11フラットペースは無理だよジオングになっちゃうよ。先輩の暴挙に巻き込まれた挙句、くっそ汚い鳴き声とあだ名が定着してしまった、スターズオンアースちゃんに悲しき現在。声も見た目もわかってるのに、ブエナよりもキャラがまだよくわかってないタクトちゃん。タクトちゃんまだ？タクトちゃんだってティアラ三冠だよ、しかも無敗で、タクトちゃん。ゼファーグランの未だ前人未到の3階級制覇大手回もお忘れなく。私リスグラシューちゃんと一緒に父娘有馬制覇会の方参加しますので、ブエナ先輩あとご自由にどうぞそそくさ。最近の場名は長いな、単語じゃなくて文章だもん、スターズオンアーススターズオンアースな、サウンズオブアースサウンズオブアースブアー。スターズオンアースはだいぶ、というか見てすぐにわかる超量決だよね、日本×アメリカ×欧州って感じ。なあちゃんは自走法とか現状とか、同レベルの現役馬ならポンポンニュースになるような話が、全然伝わってこないことだけが悲しい。もしかして娘の田舎喋りはキャラクター付けなんですか？お父ちゃんのドサンコキャラもキャラクター付けだべ、本当はエリートの血筋だべ。どこをとっても美味しいネタ関係性ばかりのブエナ、本当に早く来てほしい。すげえ美少女なのにスペ譲りのズーズーしさ、いいよね。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。